はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。かずなり様、やまね様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。やまね様なんかも15年ぐらいご支援くださってて、長いなーっていう、本当にありがとうございます。11月23日祝日、新大阪駅周辺で、メールトイン懇親会開催予定です。お店とか決まったら、募集開始いたします。やまねさん、大阪確かなんですけれども、もう7年7、8年お会いしてない、懇親会いらして、いただけるんでしょうか。後で携帯で聞いてみようかな、思っておりますけれども、12月にもメール党員忘年会東京で、開催いたしますんで、東京の人大阪まで駆けつけなくてもいいんじゃないかなって思っております。メール党員になってください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。高市さん、8月に自民党員に国政レポートを郵送。これには総裁選出ますとかなんとかは一言も書いてなくて、今国政はこうなってますっていうような内容でした。自民党執行部、資金力で差がつくといけないから、総裁選候補が党員に郵便物を送るのを禁止する。9月4日決定。一部のテレビが、高市のチラシは公平性を損ねる、党員票で小泉が高市に抜かれたのはチラシのせいと騒ぐ。マスゴミがそれに乗って NHK や時事通信その他記者が、質問をする。テレビが全てのバカ記事で慌ててですね、さらなる対応が必要だなどとその場逃れのことを言ってしまいました。8月中に河野も郵送してるんですけど、総裁選に出る、で自民党員に郵送してました。全部に、9月10日と11日の決心で自民党員に石破と茂木から総裁選に出るんでよろしく。政策チラシが続々と届きました。8月に届いた小泉のチラシはですね、金がかからない総裁選のため5万円寄付して、お願い付きでありました。それってお前は金がかからないけれども、寄付する側は金がかかるってことなんじゃ。それとお金がかからない総裁選のためにって、そのね、せっせと何総裁選に金を使うから金が必要であって5万円くれって矛盾してんじゃないかな。やっぱ小泉って、小泉周辺も頭悪い。これら明確なルール違反ですよね。9月4日に郵送禁止なっつってんのに、茂木と石破はその後に郵送してる。ルール違反。 NHK も時事通信もそれには触れず、高市さんだけ吊るし上げておりました。 Twitter では後から作ったルールで高市さんを問題視するのは高市潰し、トレンドになっておりました。岸田と執行部に非難号号、妨害メガネという、あだ名もついておりました。高市陣営、書き上げたのは7月末で総裁選出馬決まってなかったと反論。事実、総裁選の文言なし。小野田君参議、後からできたルールでペナルティってめちゃくちゃですよ。石破候補はルールができた後に議員全員に書籍配ってるんですけど、そんなことやってたのか。まあめちゃくちゃですね。世論です。岸田は卑怯。岸田が財務への最後のご奉公。何高市さんだと増税できないからってこと。現執行部は特に腐ってるからね。5万円よこせの新次郎はいいのか。理由つけて高市さん潰したいだけ。こんな難癖つけるぐらい切羽詰まってるんだな。決選投票に残れないようにいろいろ策を練りそうだな。岸田もアメリカ民主党みたくなってきやがった。高市さんを罰するのは無理なんだが、訴求しちゃうわけ。高市が新次郎をぶち抜いたことで慌てふためいているんだよ。それは前回の総裁選で出遅れたことへの反省から、早めに動いたら郵便郵送禁止やって後出しで言い出した。新次郎が急落したのは自滅だ。そりゃそうだよね。大学行くのが全てじゃないとか、奨学金返済が不安ですって言ってる大学生に言っちゃうっていうセンス、ひどいもんね。岸田総理マスゴミのこと気にして踊りまくるバカすからね。なんかその他の問題でもですね、テレビがちょっと騒ぐと右往左往してなんか逃げ回るネズミみてえだなっていつも思ってました。安倍総理もそんなこと言ってたのね。岸田はたまに天才的にひらめくんだけど、それは小動物のそれって、危険を察知した小動物のそれであるっていうようなこと言っておりました。一国の総理のくせにね、一般人の私が知ってるようなこと知らないんだもん。絶望しちゃいますよね。もちろんこの動画見ておられる視聴者さん、
いうのを皆さんよりも知らねえよ、もの知らねえよあいつ。そんなんだから、あの軍艦島世界遺産登録の時に韓国にまんまと騙されてね、恥かかされるんですよ、国に恥かかしたんですよあいつは、日本国に。岸田がすべきはですね、それは後からできたルールだしってきちんと説明することでしょ。なんで高市さんをあのさらなる対応とか言ってるの、それが率先してですね、右往左往してバカ丸出し、岸田にしてみたら高市さんが総理になるのはそりゃ嫌でしょうよ。岸田が目指してるのはあの麻生さんみたいにあの黒幕、影響力ある、大物になりたいわけで、高市さんだと、議論じゃ全然負けるから、操れないもんね。自分より賢い人を操るって無理だもんね。悪意を持ったマスゴミとそれにたやすく踊らされるバカ騎士だに高市さん潰らされてはかなわんすね。皆さん、あの事実の拡散お願いいたします。でネットで大騒ぎすると、これまたね、あの岸田右往左往して前言撤回、なりますんでね、そんなね、あの芯のないことじゃ物知らないからブレるんだよ。もちっと調べりゃいいのにね、検索するとかさ、バカだからな。ウルトラ情弱、18日午前、広東省深センの日本人学校小学生が通学中に中国人に刃物で襲われ負傷、犯人は拘束され被害児童は入院中だそうであります。世論です。日本人学校は襲っていい対象になったのかな。なマジで危険なんだよ。中国韓国に行くとこんな目に遭う。中国と韓国は近づいたらダメ。なんか戦争前夜みたいになってきた。子供を連れてく親がバカだろ。中国国内では一切報道されていない。渡航中止命令早く出せよ。中国べったりの売国自民党の責任は重い。今時中国駐在員置いてる会社は社員の人権無視のひどい会社。中国にいるのがアホすぎる。これが正真正銘特定民族への差別と。3ヶ月以上中国に滞在している日本人どのぐらいいるかっていうとですね、去年は、10万1700人でした。北米に49万人滞在しているのに次ぐ2位だそうであります。まあ、あの北米と比べると5倍の開きがありますけれども、だから、日本人にとって外国ってアメリカのことなんだな、って思いますけれども、多くは仕事で生かされてるんだろうけど、中国人はあの共産党からですね、日本人は殺していい、日本人を殺したやつは愛国者って教育されてるから非常に危険であります。こういうの知らないで生かせてる情弱経営陣の責任重いですね。6月にもですね、あの親子が刃物で襲われてスクールバス運転手の中国人女性が刺殺された事件発生してますよ。女子供ばっかり狙ってなんてやつらなんだろうなって。中国に日本人学校があるのが驚きです。驚きました。害するため、おびき寄せるための罠なのがって、勘ぐったりしちゃいますね。山上哲也44歳の弁護団、生い立ちの悲惨さを訴え、量刑を軽くしてもらおうと請求した情状鑑定を奈良地裁が拒否。世論です。いつまでやってんだこれ。普通の知能してたらそもそもこんなことしない。バカな親からさっさと離れないこいつが悪い。社会的影響は普通に加味されるから十分極刑はあり得る。もう逃がす道ないんだな。一番良くて無期か。生い立ちで減刑されたら被害者の人権は、これで甘い判決だそうですね。大物狙いで有名になったろうってバカが皇族来ますよ。支援や利益目的でなくてですね、政治的な目的なら国家を揺るがす犯罪としてですね、被害者一人でも十分死刑ありえます。これ山上本人もですね、安倍総理が敵ではないがって言ってるんで、まあ、安倍総理を害することで世論を動かして統一教会を潰したかったっていう、ものですので、支援でなくて、安倍総理という超有名人を害してですね、世論を動かして統一教会をやっつけたいっていう政治目的なのは間違いないですね。2007年山口組による長崎市長射殺事件発生、一審民主主義の根幹を揺るがした、死刑判決、二審公共工事でトラブルがあり市長を恨んでいた、選挙妨害そのものが目的でない、目的ではなく、死刑は躊躇せざるを得ない、無期に減刑されました。最高裁も無期で、犯人は2020年に刑務所内で72歳で、亡くなった。そうであります。結論なんですけど、山組の犯罪はですね、政治目的で民主主義の根幹を揺るがしたんで死刑
じゃないかな。支援じゃないもんね、どうしてもね。支援とか金目的じゃないもんね。にしてもいつになったら始まるんだこれ、いつまで事前協議やってんのかって話ですよね。今日の単身です。日経新聞、来月末で静岡県内の有刊配布やめます。採算取れなくなったなんて、経済記事以外は意外と優秀、日経の経済記事はダメだねと定評がある日経新聞、やめろやめろ、紙の新聞なんか環境破壊でしかねえんだからさ。高橋博之日本旅行業界会長、新成人に無料でパスポートを配布してくれと政府にお願いしている。顔写真必須だから、本人が出向かなくては作れないですよね、パスポートってね。本人の意思がないとね、現行の保険証はですね、勝手に送ってくけどね、顔写真ないから更新日になるとね、そういうわけいかないんじゃないですかね。パスポート持ってたから旅行行くって考えるのは甘くないかな。皆さん必要ないから持ってないんですよ。つまり海外に行く用事も希望ないってことだよね。海外も大したことねえなっていうのバレてきてますしね。今時ハワイでもねえし、バリもゴミだらけで汚ねえって聞くし、なんか憧れがないんだよな、もう外国に対して。日本だけでもう日本がいいもんね、なんて言ったってね。に外国行ってんだったら日本旅行まだまだ行ってないとこたくさんありますしね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。